広ロ親王神皇の台湾行刑修復中の聖功教、台南神社の事務所台南神社は、日本統治時代の台湾台南州台南市、南門町二丁目にあった神社、北白川宮義久神皇を祭神としていた。第二次世界大戦の日本の敗戦後、敗者された。台南神社境内は、北白川宮義久神皇の終焉の地である。 吉久親王は1895年10月28日に台南の豪族暮れ南次省の家で皇居した。当初は台湾の神社の中心となる台湾神社の候補地として上がったが、同社は台北に創建された。その後、当地は台湾神社用廃所となり台湾神社が管理した。1920年、台湾総督府はここに皇を起こし、 1923年10月27日社殿が設けられ、鎮災し、無角社に劣せられ、1925年10月31日に、官兵中車に昇格した。例祭は台湾神社と同じく10月28日。無角社時代には台湾神社の所管に属し、台湾神社から職員が派されて、これを守った。台湾への中華民国軍進駐後は、 台南市中列祠らとなった。さらに1972年に日本と台湾が断交した際に民国政府は日本統治時代の日本の帝国主義的なものはすべて取り除くとの命令を発し、それ以前から各地で跡地境内が改変されていたが、より本格的に多数で跡地が改変され、台南神社は体育場になった。かつての事務所が 一さだ戸籍に指定されている。旧市は体育上転移の後、台南市11号公園と小学校になった。2005年に隣接地に小学校の校舎が新築され、跡地の地下30センチメートルに神社の橋が発見された。今は修復工事が完了した。2019年1月27日、旧市である11号公園に台南市美術館に館が開館した。 ありがとうございます。